a 8ト1セバスキー陸上複座戦闘機朝日新聞社に払い下げられた塩風5セバスキー陸上複座戦闘機はセバスキー社が製造し日本海軍が1937年に20機輸入して使用した複座戦闘機アメリカ陸軍正式の戦闘機 P-35 の複座型連合軍によるコードネームはディック。 1937年のロミゾハッシュ事件以降、日中間の戦闘が激化するにつれ、96式、陸上攻撃機等の爆撃機の損害の拡大を有慮した日本海軍は、基地防衛の局地戦闘機や陸上から運用する護衛戦闘機を急遽輸入によって賄う方針を立てた。前者として導入されたのが、ハインケル112型陸上戦闘機であり、後者が本機である。 いずれも、試験のための輸入でなく、正式機としての輸入であったことは、海軍の付与する記号の二桁目が通常試験機に与えられる X でなく、冷戦の A6M に続く数字であることからも伺える。本機の原型の P-35 は、アメリカ陸軍発の全金属製、引っ込め足、密閉式風防の戦闘機であり、本機はそれに、後部重視を追加したものである。 アメリカでの型番は 2PAB3。日本海軍は本機を即戦力として20機輸入したが、性能は思わしくなく、特に運動性能などの面で、日本の求めるものとの隔たりが多かったためほとんど実戦では用いられず、多くは陸上偵察機として使用された。また、朝日新聞に2機、東京日日新聞に1機払い下げられている。ありがとうございます。